南アジアの動物賞を示したバーブルナーマの挿絵、バーブルナーマ、ラテン文字、ボバーナーマ、チャガタイ語、ペルシア語、バーブルの賞を意味する。別名、トゥーズキバーブリーチューズック、イーベイブリー、チューズック、アイベイブリーは、ティムール朝サマルカンド政権の第六大君主であり、ムガル帝国の初代皇帝であるバーブルの回想録である。バーブルナーマより、災害の様子、 バーブル・ナーマはもともと、アンディジャン・ティムール朝の公用語であった、チャガタイ語で書かれており、チュルクサン文学の最高傑作とされている。バーブル・ナーマはその文の構造、形態、語彙の面において大きく、ペルシア語化されており、ペルシア語から多くの言い回しや詩をその文章の中に取り入れている。アクバルの知性であったヒジュラ歴998年に、バーブル・ナーマは、 ムガル帝国の最小の一人であったアブドゥルラヒーム・ハーンにより完全にペルシア語へと翻訳された。バーアブルはティムール・朝で教育を受け、自然、社会、政治、経済への関心を反映した考察や文章を綴っている。彼の関心事は自身の生活に関するものにとどまらず、彼が交際した人物、自身の生活する地域の歴史や地理、植物賞や 動物賞などについても記している。バーブル・ナーマは以下の平易な分説から始まる。自身の老い立ちを述べた後、バーブルは中央アジアの地方領主としてサマル・カンドの地に監視失地と回復を2回繰り返し、1504年にはカーブルに移り住んだ自身の数奇な生涯について記している。この時点には1508年から1519年の間に空白期間がある。 その後バーブルはカーブルにおいて建国し、カーブルから北西インドへと進行を開始した。バーブルナーマの最終説では1525年から1529年の出来事を記しており、インドにおけるムガル帝国の建国もこの中に記されている。バーブルは自身の故郷であるフェルガナについても記している。彼は続けて以下のように記している。バーブルナーマは 様々な言語に翻訳されており、中央アジア、西アジア、南アジアを中心として25以上の言語の教科書にバーブルナーマの一部が収録されている。英語版の訳は、最初に、ジョン・ライデンとウィリアム・アースキンによる、メモアーズ・オブ・ジーハー・エド・ディン・モハメド・ベイバー、エンペラー・オブ・ヒンドゥスタン、あとに、イギリスのアジア文学研究家のアネット・スザンナ・ビバジが翻訳を行った。 日本語版は、マノエイジ役中で、バーブルナーマムガル帝国創設者の回想録である。ありがとうございます。